皆さんこんにちは。超探偵受験簿レインコードを買いましたか？自分もね、購入したんですが、ちょっとね、いろいろ突っ込みどころがありますね、このゲーム。まあそういったところで、まあちょっと感想をね、話していきましょうか。で、それプラス、このレインコードの評価っていうのは、客観的に今どうなっているのかっていうところを前置きとして話していきます。まず、Amazon レビューの数としましては、全部で4つ。少なくねえ。ちょっと待って。少ねえぞ、これ。なんじゃこれって感じで少ないんですが。まあ、こちら4つとなっております。これ1つでも1とか5とかつくと、なんか極端な評価になりそうな感じがするけど、まあいいや。で、Amazon の売れ筋ランキングとしましては、このような形になっておりまして、現時点では4位につけてると。新作ではあるけど4位につけていて、この動画っていうのは、間もなく7月3日迎えようとしているところ、なので発売から3日後に撮っている動画となっております。で、1位がピクミン4、ティアキン、FF16。FF16 落ちたね。ついこの間まで1位だったのに。いやけどピクミン4、やっぱ人気だね。発売までまだ3週間ぐらいあるのに、もう1位なんだ。すげえな。これどんぐらい売れるんだろうね。まさかのパッケージ版で通算100万本とかいく可能性あるのかな。なんかすげえ期待高まってますよね、ピクミン4って。まあ、そんなところで、レインコードが、チュンソフトから出たわけですが、こちら一応ですね、弾丸論破の後継ストーリーってわけではないんですが、まあ、それに似たような、ゲームとなっております。まあかなりね、グラフィックとか、あとはそのクオリティっていうところは高まっているなと思いました。まあ個人的な見解なんだけど、まあチューンソフトのゲームいくつかやったんでわかるんですが、まあチューンソフトの中では本当に最高傑作と言っても、まあ過言ではないボリューム感と、あとクオリティだなとは思いましたね。まあそこがまあ率直な感想なんですが、ここからはね、具体的な話入っていきましょうか。ただ弾丸論破はね、結構その知名度があるというか、まあそのアニメ化とかもしてるからね、アニメも相当人気だったと思うし、かなりね話題性があったんで、かつキャラクターもねすごい個性的だったんでブレイクしていたんですが、レインコードはね、これ見てもらったらわかる通り、やっぱ弾丸論破と比較すると、やっぱその内容がねどうしても似たり寄ったりだからさ、やっぱ新規ユーザー取り組まないとちょっと難しいのかなと思いました。うん、まあ既存ユーザーもね、好きかもしんないけど、弾丸論破で流行ったので相当前だからさ、やっぱ年齢層とかも変わってると思うから、ちょっと厳しいと思いましたね。うん。で、まあ、ムービーとしましてはこんな感じで、まあ、かなりクオリティが高くて、普通に面白いっす。ただ、普通に面白いんだけど、なんだろう。普通に面白いっていうのが正直な感想で、これめちゃくちゃ面白いかって言われると、別にそうじゃないんですよ。なんか弾丸論破でよくねってなっちゃうし、なんかこのシーン弾丸論破っぽくねみたいなのがいくつかあったりとかさ、なんか割と似たり寄ったりなところがあったなぁと今思ったらありましたね。まあ弾丸論破のアニメ俺全部見るぐらいさ好きだったんだけど、まあああいうのが好きな人からすると、まあ全然ありじゃないかなとこれは思いましたね。うん、レインコード、まあ好きな人は好きなんだなっていうところを感じましたけど、ただまあいいところとしましては、まあシナリオとかかな、冒頭でも言った通り、あと死神ちゃんっていうのもすごい可愛いし個性的、まあここはねすごくね人気が出るポイントなのかなと思いました。あとまあ世界観っていうところですよね。なんか他のゲームにはない世界観っていうところで独特なんですよ。まあ弾丸論破時代からそうなんだけどさ、だから結構その根強いファンとかはいるんじゃないかなと思いました。で、あとはまあクライマックス推理っていうところも非常にいいと思うし、あと BGM がね独特でめちゃくちゃいいなと思いました。あとは 3D のグラフィックだったりとか、日常の演出で、あとムービーも多岐にわたるっていうところで、まあその弾丸論破もね、結構そのムービーゲーっていう側面があったかと思いますが、まあすごいよくできてた。ここはね本当にいいと思うわ。まあしっかりとそこら辺もね、踏襲されていましたね。あとキャラクターも個性的ではあるけど、ただちょっとパンチが足りないかなっていうのが正直な感想。だってこのキャラクターがさ、人気出るかって言われるとちょっと難しくないですか？ビジュアル的にも。
なんかこれが看板キャラみたいな感じだとちょっと厳しいのかなと思いましたね。まあ、そう思うと弾丸論破でめちゃくちゃすごかったよな、こいつ。マジで。まあそれと比べるとなーっていうところですね。まあ実際問題そんなにこのレインコードって、まあ今売れてない状況だと思っていて、まあ今後ファミ通から公式から、何万本売れるのかっていうところの情報出てくると思いますが、まあ正直これ、パッケージ版のみだと2万本ぐらいじゃないかな。3万売れてたらいい方。5万はさすがに売れてないかなっていうところで、まあそう考えると、まあ採算っていう観点からだと相当厳しいんじゃない？売り上げが相当厳しそうですよね。で、ダウンロード版も言っても、数千万本ぐらいしか売れてないだろうし、ちょっと厳しいんじゃないかな。まあ、数千万じゃねえな、数千本かしか売れてないと思うし。で、あと悪いところとしましては、このゲームね、やっぱその重いんですよ。結構重くて、処理落ちが多くなっている。で、あとロード時間がめちゃくちゃ長い。正直ね、っていうぐらい長いんですよ。あと、オートセーブがないっていうところも、ちょっと厳しいところかなと。別になんかオートセーブないのはわかるんだけどさ、これ処理落ち結構するから、それを考えると、ちょっとね、良くないと思う。これはね、早急にアップデートしてこれ、どうにかなるものなのかわからないけど、現時点でまだアップデートも入ってないから、ちょっとそこのところが課題かなと思いました。これ早急に対応しないと、多分これユーザーからどんどん批判が出ると思うんですよ。まあすでに批判が出ていて、まあメタスコア見てもらったらわかる通り、結構76点っていう形で低いんですよ。で、多分ここからさらに落ちるんじゃないかなと思っていて、この処理落ち&オートセーブなしのフルコンボがエグすぎる。本当に。まあ言ってもそんなに頻度自体は多くはないんだけど、やっぱ重いところでは処理落ちするので、で、かつその強制エラーみたいな感じで、なんか止まったりもするからさ、ここちょっと厳しいっすよね。ゲームが止まるとか、あとオートセーブなしとか処理落ちとか、ロード時間が長いとか、そこら辺かな。あとテンポが悪いっていうところかな。まあ、それぐらいでしょうか。まあ他にもなんか細かいところで言うといろいろあるんですが、あとお仕置きのところとかかな。あと何とも言えないところとしましては、まあ弾丸論破よりか進化してると思うし、まあ普通に面白いゲームだと思うんですよ。なんか逆に普通に面白いゲームではあるけど、めちゃくちゃ面白いかって言われるとそうでもないからさ、超難しいよね、評価に。つまらなくはないし、超面白いかって言われるとそうでもないし、なんかシミュレーションゲームかって言われるとなんかそうでもないし、何なんだろうね。なんかペルソナとか好きな人なら、まあ結構ハマるんじゃないかなと思いましたけど、例えばティアキンだったりとか FF とかやってる方からすると、まあどちらの層にもハマらないのかなと思いました。FF16 の層、ティアキンの層にもハマらないし、かといってポケモンやってる層にもハマらないし、結構独特なね、層がやってるのかな。まあ、ぜひね、ちょっとレインコードやったことある人は、ぜひね、コメント欄に感想を書いてください。はい。まあ、そんな感じでございます。で、ちょっと一旦動画終わりましょうか。お疲れ様でした。